ブルックスブラザーズはアメリカ合衆国で創業された世界最古の紳士服販売店及びそのブランド。現在では紳士服に限らず、婦人服や子供服なども手掛けている。1818 18年にブルックス家によってニューヨークで創業され、現在は世界のメガネ市場で独占的な地位を築いているルクソティカグループの御蔵士であるイタリアの富裕層。 クラウディオ・デル・ベッキオが所有している、ニューヨークの1号店、ラルフ・ローレニや J プレスなどと並んで、アメリカンクラシックスタイルの代表ブランドと位置づけられており、アメリカでは最も歴史のある医療品店として2018年には創業200周年を迎える、エブラハム・リン・カーン、ジョン・カイ・ケネディ、バラク・オバマなど古くから現在に至るまで多くの歴代アメリカ大統領に愛され、 リンカーンが暗殺された時に着ていたのも、ブルックス・ブラザーズで厚らいたコートであった。レップストライプ対ポロカラーシャツ、ナンバーワンサックスーツを初めて世に出したことでも有名である。入口上部のレリーフに描かれたゴールデンフリース。日本の青山店1818 18年、ヘンリー・サンズ・ブルックスがニューヨークで H&DH ブルックス &CEO として創業。 1833年にヘンリー・サンズ・ブルックスが死去、長男のヘンリー・ジュニア・ブルックスが経営を受け継ぎ、1845年にはアメリカで初めてレディメイドのスーツを販売。1850年、ヘンリー・ジュニア・ブルックスの弟であるエドワード、エリシャ、ダニエル、ジョンのブルックス兄弟らが経営を受け継ぎ、ブルックス・ブラザーズに改名。 同時に、リボンで吊り下げられた子羊のロゴが導入された。アメリカ国外への事業展開は、1979年の日本が最初。その後はしばらく国外進出はなかったが、近年はインターネットを介した売り上げが多い地域で、あるイギリスやフランスなどのヨーロッパ、中国や韓国などのアジアへ進出している。日本法人である株式会社、ブルックス・ブラザーズ・ジャパンは、 本国のブルックスブラザーズとダイドーリミテッドとの合弁会社であるありがとうございます。